俺今日初めてだもん、あの止められたの。え、止められたのよ、対局を。止められた、対局を止められた。うん、あ、なんで、あれ、なんだったの。俺さ、あれ、うん、音がなかったから分かんなかったんだよね。あー、そっかそっかそっか。うん、あのね、うん、今日、まあ対局してって途中で、うん、あのもうスタッフさんにすいません、対局一回止めますって言って止められて、うん、どうしたどうしたって思ったら、ちょっとソナさん鼻すすりすぎなんで、今一発思いっきり鼻噛んでくださいって言われたのよ。ああ、そういうこと。そう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 。もうずっとすりすりよりも鼻も気持ちよく噛んじゃって、しばらく耐えてくださいみたいな感じで言われて、そう。そうだったの。ああ、すいません、失礼しました。鼻噛みます。プスーって噛んでたら、ゴーさんとかが、あ、じゃあこのタイミングでお手洗い行かせてくださいって言って、で、結局みんな、あの、お手洗いに行ったっていう。あれはね、すいません、皆さん、対局止めちゃったのは、ソナさんの鼻かみタイム用でした。はい。確かに、うん、なんかよく手鼻にやってたもんね。いや、そう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 。うんうん、だからさ、もう対局の中でさ、へぇーんってやるのもさ、ちょっと微妙だからさ。だから、あの、なんとか、あのズリズリで耐えてたんだけど、それも音が入っちゃうから、ね、もうそれだったら一層気持ちよく噛んでもらった方がいいわみたいな感じだったっぽい。はい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 。これカメラ映ってたのかどうかの分かんない、気合で我慢してたんだよ最初、うん、でだけどトンパスでユーミンにあの太陽三色赤赤8000打ったじゃん、うん、8000打った時に僕さ、こっからさ鼻水ソンって垂れちゃう。鼻水落ちちゃったのよ。ロンって言われて鼻水ストンって落ちて。そう。あの。漫画じゃん、マジで。ロン、鼻水ストンって落ちて。膝の上にさ、鼻水落ちちゃってさ。ユニフォームの上に落ちちゃってさ。いや、これは、どうし、確かにね、そう、どうすればいいな。要は、結局鼻水だらだら垂れ流し状態にするのがいいのか、うん、それと、ズルズルってやってギリギリ耐えるのがいいのか、もうどうしようと思って、で、鼻をめっちゃ、うーわって噛むのもあれだしさ、もう、うん、だから3択で鼻ブーって噛んで、まあ鼻ブーって噛んだらさ、まあまあ2、3分は耐えれるじゃん。そうね。ね、それで行くか、うん。でも2、3分おきに、うーって噛むで行くか、うん、でもずっとズルズルしつつギリギリを耐えていくか、うんうんうん、もしくはカンムシ、カンムシダラダラ鼻水ダラダラ、もう壊れた蛇口のように壊れた蛇口状態でいくか、うん、どれなんだ、この M、 そう、この冬場の雪国の蛇口のようにね蛇口のように水出したから凍っちゃうから、そう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 、この M リーグというその何十万人という方が見ていただいてるこのステージで、この鼻水をどうすればいいか3択でしたね、はい、うん、これは結構究極の選択ですね、究極の選択ですからね、 ね、うん、非常すごいね、そんなことがあったんだ、そうなんですよ、はい、すごい、しかもなんかちょうどさ、うん、あの鼻水ブシューって出そうな宝珠だったしね、いや、そう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 漫画あるの？ちいてん、しかも高め漫画の方隠し赤赤鼻水ブシューって感じだったのね、うん、いやもう本当に実写版坊ちゃんですよ、そうだ、ね、鼻水パーンって垂らしてる人ね、あんな見たことないでしょ、うん、見たことない、いたんですから、はい、本当にね、いやだからもしかしたらだからスタッフさんもだから気づいてたかもしれないね、だから気づいて、うんうんうん、あもう鼻水垂れてんじゃんそのだみたいな感じになって、うん、だから普通は放銃した時の顔をバーンって抜くけど、あのあそうだけどあれね、そのサブスタジオっていうそのコントロールルームみたいなところがあるんだけど、そこってあのもちろん全部のカメラが見えてるわけですからね、うんうんうん、でその放銃した時の園田を抜こうと思ったけど、あ鼻水垂れてる抜くのやめたみたいな、うわここは抜かないで抜かないでみたいな戦いがサブスタジオであったかもしれない、なるほどね、うん、ね、新たな園田アングルが、うん、生まれたかもしれなかったですね、はい、そうですね、はい、